はい今回は、えー、山口県の、えー、4630万円のご振り込みについてですね、えーまあ、ちょっといろいろ調べて、えー、分かったことをお伝えしてみようと思います。えー、この、えー、県ですね、えーま 少し前にあのコンテンツを出させていただいたんですが、まあ、皆さん、えー、同じことを、まあ、思ってらっしゃる、まあ、僕もそう思っているところがあるんですけれども、まあ、あのいくつかですね、えーまあ、ご質問をいただいたことが、えー、ありまして、えーまあ、まあ、なんていうんですかね、違和感があるのはあるんですけれども、まあ、あのどういうふうになっているのかなということを、まあ、再度、まあ、形を変えて、角度を変えて、 ま調べてみたらまあこういうことかなと、えー、まあ、思ったんですよ。それをお伝えさせていただきます。僕はね、えー、このま皆さんにお伝えさせていただいた、えー、この件っていうのは山口県の役所とまあ、その銀行とこのま24歳の男がですね裏側でこうわからないように繋がっていてまあ、それを支持しているものがいたとそういうふうに思ったんですが。 で最初は犯人がえまあ捕まらないんじゃないかということを思ったんですが犯人がえ捕まったんですね、犯人が逮捕されたということで話題になったんですがえ今度はですねここの先をえーちょっと読んでいこうと思いまして実はこれは犯人は逮捕されたんですけどえ無罪になるんではないかとえまあそういった話をですねえ考えていきます。これっていうのは本当にあの入り組んでいるようなえ内容なんですが1つずつ考えていくと分かるえ話であるんですね。だからあのー 表向きの話は全然別なんですよ。ね4630万円を <laughs> 誤って振り込んだらどうだこうだら、男はどうだらこうだって言ってますよそんなことは嘘なんでね、もうそのまあ、マスコミっていうか、まあ、テレビが報道してることっていうのは、まあ、ほとんど限りなく信用に値し,しませんので、で,では、えー、このまあ件はこれは何かと、えー、いうことなんですよ。で、分、あのー、かってること、 をですすね考えていきますちょっと難しいことがえあるんですけどそれも調べたんでおそらくこういったことなんじゃないかなっていうね、えー、まあ憶測になりますが、えー、そちらをね、えー、お話ししていこうと思います。 これはですね、えー、皆さんもここに気づいた人がいらっしゃるかもしれないんですが、この、えー、4630万円のこの件のですね、えーまあ、謎というか、ポイントというか、えーまあ、一つの、えー、このね、えーまあ、件の <laughs> まあ重要な、えー、ところを担うものがですね、えー、このフロッピーディスクなんですよね、うん、FB とかって言われてますけど、うん、フロッピーディスクなんですよ。これは何かっていうと、まあ、こ,れをこれを今回、えー、ちょっと考えていくんですが、 えー、このですね、<laughs> フロッピーディスクを使用して、えー、振込先を渡したということは。は振込先を <laughs> このフロッピーディスクに入れて渡したということだからあのー、生活に困っている生活困窮者の方の給付金ということですけどその情報をですねまぁ4,630万円ですけど463件のデータこの463件のデータをフロッピーディスクに入れてこれ渡してるんですよ、うん でえー、まずここに、えー、この件のですねいくつもの、えー、まあポイントとなるものが、えー、ありましてね、うん、これもしですけどもしっていうか、まあ、これをしなかったんですけどこの463名の方の振り込みをですね 振り込み依頼を、まあそのまあ、名簿っていうか、全員の名前が書いて、えー、いる状態で渡せばですね、こういうミスってのは起こらないんですよ。24歳の、えー、人にね、一人にだ男に一人だけに渡すってありえないミスなんですよ。まあ、それをね、えー、まあ、なんで意図的にやってると思いますが、なぜか、えー、このフロッピーディスクに入れたと、うん。で、こっからがポイントなんですよ。ここが結構これ大きなポイントでね。うん このフロッピーディスクをわざと使ったんじゃないかと、フロッピーディスクを意図的にこれ使ったんじゃないかと、えー、そういった話なんですが、これはあの、まあ、テレビとかにも出てくるんですが、話が難しすぎてほとんどわからないと、えー、そういった話なんですが、その話が難しすぎてわからないところを、えー、考えていきます。多分こういったことです。ちょっと内容が難しいんですけど、電子計算機、えー、使用○○剤っていうね、 えまあ、この電子計算機使用○○剤っていうそういったものなんですけどなんかすごく難しいじゃないですか電子計算機使用○○剤っていうね、うん、っていう話なんですけど、まあ、これはあの調べればこの件に関して見てね何だろうこれって思ったかもしれないんですがどういうことかっていうとこの電子計算機使用〇〇剤○○剤、えー、っていうものなんですけどちょっとね、えー、すごく な何やら法律的な、えー、ことやらが出てくるんですが人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報、えー、不正な指令を与えて、えー、財産権のあるいは変更財産権の変更、えー、不実の 富士の電磁的記録を作った場合に成立するとかって、もう何やら、えー、難しいじゃないですか。で、これわざとこうやって難しいことを言ってるんですよ。うん。専門家もこれ言ってるんですけど、で、これ何かっていうと、要するに人間ではなく、まあ、その、まあ、システムの問題、えー、っていうようなことを言ってるんですよ。で、えー、ここが大きな、この一つの、えー、この問題が、この問題というか、この文言が、えー、この一つの大きなポイントなんですね。 電子計算機使用まる、えー、罪においては、えー、立証は困難だと言わざるを得ない、えー、容疑者が、えー、事実関係を認めていても法律の問題を主張することは弁護人として当然であり、えー、裁判所が判断すれば無罪判決は避けられない、えー、こういった専門家の意見があるんですね。うん この電子計算機使用○○というこの罪に問われた場合、先ほど言いましたが、立証が困難になって、容疑者が認めても罪に問えないということですね、何を言っているのかというと、逮捕されてもこの24歳の男が罪に問われないということを織り込み済みだったと考えます。 このね、えー、難しい言葉を使ってね、えー、僕たち国民がわからないような、えー、ことを言ってますね。電子計算機使用○材、えーえー、っていうね、うんでこ。これっていうのはさっきあの言いましたけど、僕はねあの正直に言ってあの皆様の、まあ、何か一つにでもお役にというかご理解になっていただければと思うんですけどこれ何かっていうとわざとフロッピーディスクを、えー、使用したんですよ。 こういったふうに、えー、その後、えー、おそらく裁判とかに持ち込もうとしてるんですけど、しかしこのねこのフロッピーディスクっていうものが、えー、この難しい、えー、名前のね、電子計算機使用、えー、何々罪ということに、えー、なるんで、えー、これ、証明がしづらいんですよ、つまり裁判に持ち込んでも、えー、罪にならないということなんですね、だこれ、うわっと話題になりまして、24歳の男が逮捕されたんだ、裁判なんだ、うん、無罪になる可能性が高いということです。 実際にこれ、あの専門家はこういう指摘をしてるんで、うん、あの多分そうなんですよ。僕たち一般人には、えー、分からないんですけど、こういうまた巧妙なことを、えー、やったんじゃないかとね、うんえー、思います。だからあの、難しく話をややこしく、えー、してるんですけど、簡単に言うと、こういったことをおそらく。 裏側、外側で考えてですねフロッピーディスクをわざと使って、えー、もしこの24歳の男が逮捕されて裁判に持ち込んでも、えー、弁護士がつくと、えー、そこでですね、えー、この男を無罪に持っていけるとそういった、えー、ことを、えー、し,したんじゃないかと僕は思います。もう僕はこれは完全に裏側がつな、えーまあ、がっている事件であると思うんですよ。で、えー、この ね、さっき言いましたけど、フロッピーディスクをわざと使った、振り込み、振り込みっていうか、その全員の463人の、えー、名前を書かないで、うん、っていうこと、だからもう本当に、あの、なんていうんですかね、えーま、知能の高い、IQ の高い、えー、ものがですね、その言葉が変ですけど、すべてのことを分かりきって、えー、やってると思うんですよ。一人でやってませんから、これ24歳の男こんなことや,やるわけないんでね、うん、やるわけないっていうか、うん、<laughs> やられるわけがないし、うん、銀行だけでもないしね、で、この、うん。 その役所,役,所役場も多分そうだと思います。そして、えー、ここからもですね、えー、あのー、この事件が、えー、疑問であるあるいは疑問符が、えー、つくっていうことなんですけどこれ皆さん、えー、疑問符を持たれたんじゃないかと思うしもし疑問符を持たれなかったと思ったらね、えー、僕はこのお伝えすることに、えー、多分疑問を持たれると思うんですよ。 うん、この24歳の、えー、男ですね、えー、逮捕されたというこの男、えー、この男に弁護士がついてるんですが、これが謎、えー、なんですよ、この24歳の男って、えーまあ、情報によると全くお金がないっていうことなんですよ、あれ、どうしたのかなって、24歳の男、全くお金がないんですよね、弁護士がついてるっていうことは、この弁護士費用、どこから出て,出てくるんでしょうか、非常にこれ疑問ですよ。うん で皆さんもこういった話詳しいかもしれないですが、弁護士を、えー、頼むとかね、そういうのって多分すごい高いんです数十万円とか、うん、あのー、何十万円とか、それこそ数十万円、50万円とか、そういうのがかかる、えー、話なんですよ。なんでお金がない人はその弁護士がつくのかってわけわかんないじゃないですか。この観点かからも、えー、ね最初っていうかまあ え立てた仮説に、あのー、戻るんですけど僕はそう思ってたんでね、うんあのー、皆さんに一回お伝えして、まあ、ちょっと間違ったかなと思って、まあえー、ごめんなさいって言ったんですけどやはりね最初の考えが合ってたっていうことは思いまして。 この事件はおそらくこういったことです。今もまだ話題になって、ね、いろんなことを言っていますが、山口県の役場と銀行と24歳の男が後ろ側でつながっていると、そしてその3社間を別の後ろからさらにあるも者、外国勢力か分かりませんけど、そういったものが指示していると、その裏側で絵図が描かれているんですよ。 うん、っていううことだとだ思いますそして、えー、これが大きな、また、こ,これが、まあ、なんていうのかな、あのー、大きなっていうか、本当の狙い、えー、とも考えられ,るれられるんですが、このね、えー、4630万円がどこが消えたんだ、うわっと騒ぐ、いや、犯人がどうだ、犯人が捕まったなんとか、うわっと騒ぐ、ずっと話を騒ぐ、引っ張るじゃないですか、うん、これ、話を引っ張る理由があるんですよ、おそらくね。うん、日本の公金16兆円が消えました。 これ知ってるる人いいと思いますか日本の公金16兆円が消えたんですよ。16兆円ってすごいお金ですよ。うん、と僕たちにはもうどうにもならない。で、えー、言ってしまえば国がですね、えー、こ,のこんなお金が消えてしまったって、これなんだっていう話じゃないですか。うん、だから、何もなかったらここに注目するわけですよ。どこ行ったんだ、これ16兆円って。日本の公金が16兆円消えたんだって。なんだこれ、どこ行ったんだって。日本国民が騒ぐ。こういった事件、こういったことに難色を示す。16兆円の方にね。 だから、この16兆円のほうに目を向かないためにこの4630円の事件を裏側で仕組んでえ報道に出してえ日々こ、これに関して。 様々なことを、えー、してるんですよしかし犯人が、えー、捕まらないと思ったけど、犯人が捕まることも、えー、最初から考えていたんですね、えー、このフロッピーディスクを使って、で犯人が捕まっても結局裁判に持ち込んでたら無罪になるんですよ、専門家の弁護士がそういうふうに言ってるんで、明らかにこんなことをできるっていうのは1人ではないんでね、うん、この山口県の役場と、えー、銀行と24歳の男に裏側でですね、おそらく外国勢力だと思いますが、えー、アメリカの外国勢力が、えー、裏からさまざまな指図、絵図を描いてですね、えーまあ、そこに そのおそらく分かりませんが、日本の公金16兆円のまあ一部だと思いますが、それも流れてる可能性があるんで、えー、そういったことを、えー、画策したと、うん。だからもう本当にね、えーまあ、テレビから出てくる話って全く信用できませんからね、うん、本当に。で その皆さんにお伝えしたように、この山口県の4630万円の事件もおかしいし、そのフロッピーディスクを使ったのもおかしいし、こうねえー、事件の,この全体像がおかしいし、犯人が逮捕されても,もう無罪になることが最初から、えー、分かる可能性があり、こういったことを仕組んでいた可能性があると、でこれ裏の目的は何かというと、日本の公金16兆円が消えたことをこれひたすら隠そうとしているんですよ。 本当にあの真面目な話ですが、あの日本から16兆円が消えるとこれ、あの大きな出来事ですからね、ここには目がいかないんですよ。まあ、一部の人があの言ってると思うんですけど、まあ、僕も調べておかしいなと思うんですけど、それに関しては全く何もわからないし、何も追及できないような状況になるように、こうやって仕組んでるっていうね、うん、まあこういうことなんじゃないかと思います。このの、ね、の山口県の万円の みを誤ってご振り込みの話についていくつか問われたんで、えちょっとすいません、あの分かる限りのことということでお伝えさせていただきました。最後まで聞いていただいてありがとうございます。失礼いたします。